ホリエモンチャンネル。はい、今日もいい天気ですね。ゴルフに行きたいですね。こういう日は仕事してる場合じゃないですね。レータカーです。はい、寺田由紀です。ということで今日も質問に答えていただきたいと思います。ゴルフとかしたいわ。ゴルフしたいね。それでは今日の質問です。プログラミングスクールへ通う価値について堀江さんの意見を お聞かせください。私、去年からノンバンクの金融機関にて海外関連の業務を行っているものです。就職時には平均年収や転職時に活かせるスキル、海外勤務の機会などの条件を見て金融機関に就職しましたが、社会人として情報収集をしていく中で大手企業の一会社、会社員であることへの焦り、 AI 分野への興味などが強くなってきております。そこでプログラミングスクールにて AI 関連技術やプログラミングの基礎などについて学び、その後スクールの就職支援などによって AI 関連の仕事に就くことは AI 関連の仕事に就く上で遠回りでしょうか。大手金融機関 でこのままいるよりも今からでも AI について学び始めた方が分野としても将来性があり、個人のスキルもつくのではないかと思い検討しております。大学までずっと文系でプログラミングの知識もないため、一度スクールなどで集中して学んだ方がその分野の就職へつく上ではいいかと思い考えております。ご意見アドバイスなどいただけると幸いです、という質問です。はい、はい、それでは本日のゲストをご紹介します。AI プログラミング学習サービスアイレミー代表取締役の石川昭彦さんです。よろしくお願いします。お願いします。ね、プロゲートの、そうです、加藤さんからのご紹介で、はい、本日はいいですね、ゲストに来ていただきました。いいですね。なんかお二人はね、大学時代からも仲良かったみたい。そうですね、もともと同じ大学で同じ学部で同じ年代なので、うん、はい、結構あの最近もよく話すことが多いです。あ、そうなんですね、うん、こういうの見ると作りたくなっちゃうねこれが石川さんが書いた本ですか？そうですね、最近あの人工知能プログラミングのための数学が分かる本というものも出版させていただいて、結構あの AI を詳しく知りたいという方はやっぱ数学をちゃんと学びたいという方も多いので、そういった方向けに本を書きました。うーん、どうですか、中身だいぶ分かりやすくなってますと思います。うん、と思います。はい、数学を忘れてしまったエンジニアの方にとってはあの、うん、ぴったりかなと思います。はい、忘れてます。私はもう数学当時からあまり分からずなんとか、うん、なんとかテストを乗り越えてきた人間なんで、うん、途中から一気に数学って難しくなりません？高校2年生ぐらいから、うん、だけど結局、うん、その実践編はそのなんだろう、別にテキスト見てもいいからね。うん、そうですね、はい。あ、だから入試とかってとかテストとかってなんかテキスト見るなとか言われるじゃん。あれこれどうやってやるんだっけとかって全部覚えとかなきゃいけないから、うん、公式とかね、うん、公式なんか覚える必要ないでしょ。あ、そうですね、特に、まあ、AI を実際にプログラミングで実装するときは数学を意識して、うん、あのプログラミングすることは稀なので、うん、まあ、あくまでその理論の基礎理解のためだけに一回立ち返るときにですね、うん、使っているような感じです、うん、そうなんですよ。実際だから別にもう公式みたいなのもあるから、うん、そうか、見ながらやっていいですもんね、うん、そうなんですよ。だからこういうの見るの好きなんですよね。今いっぱいあっていいですよね、うん、テキストがすごいよ。すごいの？すごいですね比べて、いや昔に比べたらこういう本がいっぱい出てるから、うん、じゃあ回答読んできますかね。勉強になりますね。勉強になりますね。はい、はい、寺田さんがでかすぎるな、音が。まあしょうがないね。しょうがないよ声が声がでかいのよね、父ちゃんでね。はい、はい、これはもう答えはオンラインプログラミング学習のプロゲートとかあるよ、ホリエモンチャンネルに出てますよと。うん、でもまさに今日のアイデミーさんですよ。アイデミーさんです ね、はい、これどんな感じで学べるんですか？これもですね、プロゲートさんのように、うん、僕たちの場合は10秒で始められるということをコンセプトにしています、うん、なのでブラウザ開いて、まあ、すぐにですねディープラーニングのコードを書き始められるというのが大きな特徴です。本当だ、すげえ。
はい、あ、スマホで見ていただいたんですか。スマホで見てます。今スマホ対応してないので、ちょっとこっちの、スマホ対応してないけど、まあこれからしていく予定はあるんですが、ディープラーニングであればですね、実は手書き文字認識って40行ぐらいのコードを書けばできるんですね。ですよね。でこれをポチッとランボタンを押していただければ、うん、このコードが実際に実行されて、うん、で実行結果がですね、あ、そうですね、まあ、ディープラーニングのコードなので、うん、まあこんな感じでこうどんどん正解率が上がっていく様子が可視化されたりとか。今正解率が上がっていってるんですね。何回そうです、はい、何回も学習して、で例えばこれは0から9までの数字を当てるというそういうコードを書いていまして、まあ最初は正解率 30% ぐらいだったんですが、だんだん 50% ぐらいまで、はい、なったっていうのが書きながら。バル ACC っていうのは何なんですか。ですね、これが、バリデーションアキュラシーということで、実際に AI のプログラミングをするときに訓練するときのデータとテストするときのデータって分けるんですね、はいはいはい、で学習に使ってないデータを入れた時の正解率がこれだけっていう感じです。なのでそれで7割って感じですね。学習に使ってないデータ、はい、なので学習に使ったデータと学習に使ってないデータ分けるんですね、うん、でそれ一緒にしちゃうと学習に使ってあるデータで正解率を出しても正解するのは当たり前かなと。なので学習に使ってない数字のデータを入れることで本当にそのモデルが、これがだからクレシーなんだ。あ、そうです、これが、はい、これが学習に使ってない、はい、こっちは使ってる、こっちが、そうですね、普通精度っていう時はこっちを使いますね、うん、このオレンジ色の方、はい、がこれがもう生データというか何にも学習に使ってない。あ、そうですね、はい、で正解率これだと7割とかで、これを少しずつ上げていくのが、まあ、AI プログラミングと。それはだからコードを変えていくんですね。はい、コードを変えていくことで、まあ、この手書き文字認識であれば 99% ぐらいまでは正解率いくようになります。これはじゃああえて、はい、そのダメなプログラムにしてあるんだ。はい、はい、で少しずつこうテキストを続けることで、まあ、もっとですね深い技術、じゃあどういう理論になってるんだろうとか、うん、じゃあ精度を上げるにはどうすればいいんだろうっていうのを学べるような。え、じゃあ最初のやつはただ見てるだけって感じ。はい、最初は、まあ、まずは僕たちはまずはやってみようっていうコンセプトで作ってますので、うん、なので今一番最初見ていただいたものはとりあえずこんな感じだよっていうのを見ていただくためのそんなチュートリアルのようなコードです。はい、なるほどね。めっちゃ楽じゃん。はい、この辺とか実はもうライブラリを読み込んでるだけで下の10行ぐらいは可視化してるだけなので、うん、実際はもうこれぐらいですね。20行ぐらいで、実際のコードはこれぐらいだってことですよね。はい、そうですね、うん、はい、そうですよね。でも今プログラミングできちゃいます、 AI も。こんだけだよ実質。それで手書き文字数字の認識できるんだ。手書き文字認識って、手書きで1から9までの数字を書いて、これが1か2か3か4かっていうのが分かるようになるっていう。おお、そのデータを入れたら、うん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 、まあ、それはこれぐらいのプログラミングでそれができてるっていう。少ないですね。少ないんですよ。それはライブラリーっていうなんかすっげえ頭のいい人たちが作った、うん、なんか箱があって、ね、組み合パッケージがあるので、それを読み出すだけで、その箱を呼び出して、うん、こんな感じにアレンジってやってあげると、そいつの箱が結構くるくるくるって回って、はい、箱はもう作らなくていいんですか、ね、作らなくていいです、うん、例えば一番有名なのだと TensorFlow というライブラリが、 Google さんが作った、はい、おっしゃる通りやつがあって、図書館、うん、図書館にある頭のいい人の本、うん、で昔は本を全部読まなきゃいけなかったんだけど、うん、今の本は持ってきて、うん、その本のいいとこだけを取って、うん、というか本に聞くと教えてくれるみたいな、うん、そうですね、楽、手書き文字はこんな感じで認識するんだよっていうことを言ってあげると、うん、頭のいい本が、うん、じゃあこんな感じの答えが返ってくるんだねみたいな、うん、っていう感じになってるんですよ、うん、まあ結構昔からそうなってるんですよ。実は、ね、はい、実はそうなってるんですけど、すげえのはウェブでこうやってどんだけ親切なのみたいな、はい、俺らからしたら、うん、こ
堀江さんの時代は Google がないから Google れないという狂気の世界だから、狂気じゃねえよ全然狂気じゃねえよ。15年ぐらい前までそうだったんだよ、うん、もっと前か、20年ぐらい前まで。すげえ寺田さんポカーンポカーンって書かれてへすごい時代だよね、うん、そうなの。だから、はい、なんかね、この人文系がどうのこうのとか言い訳、これね、言い訳していただけるのこいつ。うん、ですよね。まあ、あの結構今本当にプロゲートさんとか僕たちのサービスも含めてすぐに始められるので、うん、こんなのさ、はい、家でさ毎日さ 3,4 時間ぐらいずつやってきゃさ、うん、1ヶ月ぐらいで終わるよね、はい、あのそれぐらいでもう結構かなりプログラミング詳しいレベルにはなれるかな、うん、で1ヶ月でさそうなれるんだったらさいいじゃんね。うん、はい、今だったらまだ全然稼げるよねそれだけで。あ、特にこのジャンルは分かりますよって言って、はい、うん、ね、はい、特にまだまだ人材が足りてない分野ですので。はい、寺田さんでも簡単って言われて。できるできるできる、うん、できる、あの頑張ればできる。頭悪くないからすげえ止まりましたよ今いや、頭悪くないから大丈夫。大丈夫ですかね、うん、最初プロゲートでちょっと Python やってもらってね。はい、おっしゃる通りですね。そうか、プロゲートさんからのアイデミーさんだ、うん、そう、だからプロゲートで Python やって、その後アイデミーやると、はい、で AI やると、あと例えばなんかあの曲がったキュウリと曲がってないキュウリの判別とかできるようになりますよ、うん、へえ、ね、はい、できるようになりますね、キュウリの判別、うん、ベルトコンベヤーにキュウリバーンって入れて、うん、ダダダダダッとカメラでこうピッピッって見て、そうですね、自動で振り分けるとか、自動でパチ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 、へえ、そうだったらすぐとき作れると。うん、でもそういうの今作れたらね、はい、結構稼ぎてるんだよね。はい、できると思います。はい、今まだ人が足りてないから全然、うん、稼げるって言われるとちょっと気になっちゃいますね、うん、そうですか。ってことで、ですね、質問してくださった方、プロゲートさんからのアイデミーさんをやるのがすごくいいみたいなので、ぜひですね、うん、あの、AI やるんだったらね、その、ね、流れで、はい、Python なんかめっちゃ簡単だよね、だって、うん、まあ、あのかなり見やすいコードなので、うん、はい、分かりやすいと思います。なのでぜひ、プロゲートさんからのアイデミーさんで一緒に学びましょう。はい、嘘つけ嘘つけ嘘ついた。はい、ということでじゃあカメラに向かってですね、告知とかなんかいろいろお願いします。はい、私たちアイデミーはあの10秒で始められる AI に特化したプログラミング学習サービスを提供しています。で、まあ、このアイデミー自体はですね、理系の方とかエンジニアの方にとっては特に分かりやすいと思うので、まあ、そういったプログラミング のご経験のある方は特におすすめです。で、今ならですね、無料から始められますので、ぜひ皆さんもアクセスしてやってみてください。いや、すごいよ。無料から始めれるんですか。はい、参考で無料で提供しています。はい、すごい時代だよ、うん、感動だよ俺からしてみりゃさ、感動か。俺からしてみりゃよ、俺からしてみりゃ感動か。こんな感動なんだってよ。お前らすげえ、すげえよ。いい時代に生まれたな。いい時代に生まれた、うん、はい、ってことでぜひ皆さんアイデミー調べてみてください。それでは最後 HIU ニュースに参ります。はい、海外支部では中国最新技術体験漫画を広報しています。中国語のものも漫画なので雰囲気は伝わります。漫画はホリエモンが言うように時短ツールでもあり、さらに国を超えたコミュニケーションツールでもあります。中国語の勉強にも最適ということで、うん、これね、ちゃんとした漫画なんですよ。へえ。あの漫画でわかりやすく、今度多分ニュースピックスで取り上げるんですか。取り上げるっていうか連載する。あ、連載するんですね。ニュースピックスコミックスで連載するかもしれないです。これはもう全編中国語で書かれてる。いやいやいや、中国語でも書かれてるけど日本語のやつも。あ、日本語でもあるんです。こんな感じで AI スピーカーの話とか。へえ。もしかしたらだからこういうの分かりやすいからね、うん、漫画はね、絵があるから。これもあの漫画にするといいかもしれない。確かに、ありがとうございます。漫画ぐらい絵をいただけるとすごく分かりやすいかも。少し分かるかも。少し分かります。Python って何に使われているんですか。 AI プログラム、うん、ですよね。だから、はい、特に なんで Python だったんですかね。もともと Python はアカデミックの世界でよく使われてたプログラミング言語なんですね。なので AI って、まあ、あの大学で研究されて最近実用化されてるような技術。でもさ、俺大学生の頃とか Python とかなかった気がする。
いや、そうですね。まあ、科学技術計算にはもう2000年ぐらいから結構 Python が。2000年じゃねえか。さらに10年前だから。さらに10年前だから。2000年はアカデミックの世界にいません。2000年からでした。新しいじゃねえか。はい、新しいじゃねえか。なかったです。俺さんの声なかったです、ね。ありませんでした。ありませんでした。なんか、最近のやつ。助かるとか。最近のやつでした。助かるとかでした。僕逆にあまり馴染みがない言語ですね。それは教育用の言語だからね。あ、そうなんですか。さあ、だからフォートランとかベーシックから来た感じのスクリプト言語だから、フォートランとかは結構使ってる人の方が多いですね。そう、はい、うん、やっぱこうかなりコアな技術の研究室の方とかはフォートラン使ってプログラミングしてるって話を聞きます。フォートラン、すごいね、うん、もう化石だね。そうなんだ。40、50年前だ。こういった話もね、あと6問ありますからね、はい、徐々に聞いていきたいと思います。それでは今日のこの番組が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録をお願いします。堀江さんの意見に賛成か反対かのアンケートも答えてみてください。あとメルマガに登録いただくと堀江さんが全質問に答えてくれますので、メルマガ登録もお願いします。はい、それでは今日もありがとうございました。メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。内容ウェブに頼った記事は